視聴者が見逃した。ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトーク最終回の衝撃的なラストメッセージ。感動のクライマックス。ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトーク最終回で語られた3人の真実とは ?4 週間にわたる、ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークがついに最終回を迎える。ファンたちはこの特別な時間を惜しみながらも、 サントリーに対する感謝の気持ちを口々に伝えている。毎週楽しみにしていた視聴者たちにとって、ビアボールを片手に3人の軽快なトークを楽しむ時間は特別なものであり、この番組が提供してくれた幸せな瞬間を忘れることはないだろう。今回の最終回のテーマは旅行。3人のトークがどのような展開を見せるのか、多くの人々が期待と興奮を胸に待ち構えている。 これまでの放送でも彼らの絶妙な掛け合いが視聴者を笑顔にし楽しませてきた。今回の旅行というテーマもまた彼らならではの視点とユーモアで盛り上げてくれることは間違いない。しかし、ここで一つの問いが浮かぶ。この4週間の放送がなぜこれほどまでに人々の心を掴んだのか。その答えは単に面白いトークだけではなく視聴者との深い共感にあるのではないだろうか。 ビアボールという飲み物を通じて日常の一時を特別なものに変える力。それがこの番組の持つ魅力の一つだ。例えば、ある視聴者はこの番組を通じて初めてビアボールを知り、その飲み方にすっかり魅了されたという。この視聴者は普段あまり家でお酒を飲まないが、ビアボールの楽しさに気づいてからは、自宅での晩酌が楽しみになったと語る。 彼女にとって、ビアボールは単なる飲み物以上の存在となり、彼女の日常に彩りを加える重要な要素となったのだ。また、別の視聴者は、仕事の疲れを癒すためのリラックスタイムにビアボールを取り入れているという。彼は、この番組の放送時間を待ち遠しく思い、ビアボールを準備しながらリラックスして楽しむことで、日々のストレスを解消している。このように、ビアボールと、 ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークは多くの人々の日常に新たな価値を提供してきたのである。さらに、この番組がもたらすもう一つの重要な要素は視聴者同士のつながりだ。SNS を通じて視聴者たちは番組についての感想やエピソードを共有し合い、ビアボールを楽しむ方法を教え合ったりしている。このコミュニティの形成もまた番組の人気を支える大きな要因となっている。 今回の最終回に向けて多くの視聴者が SNS 上で感謝の言葉を投稿している。毎週の楽しみが終わるのは寂しいけれど素晴らしい時間をありがとうといった声やビアボールを片手に今夜の放送を楽しみにしていますといった期待の声が多数寄せられている。このような反応を見ると番組が視聴者にとっていかに大切な存在であったかが伺える。また今回のテーマである 旅行についても多くの視聴者が興味深踊り字だ。コロナ禍で旅行が制限された中、旅行に関する話題は多くの人々にとって新鮮であり、また懐かしいものである。三人がどのような旅行の思い出を語り、どのようなエピソードで笑わせてくれるのか、多くの期待が寄せられている。さらに、この番組が提供する価値は視聴者にとどまらない。サントリーにとっても、 この番組は大きな成功を収めている。ビアボールの認知度を高め、多くの新しいファンを獲得することができた。視聴者の多くがビアボールを楽しみ、その魅力に気づいてくれたことは、サントリーにとっても大きな喜びであろう。例えば、ある視聴者は、ビアボールの魅力について、軽やかで爽やかな味わいが最高、と語り、その飲みやすさと新しい感覚に驚いたという。また、 別の視聴者は、ビアボールを通じて友人との交流が深まったと話す。彼は、友人たちとオンラインでビアボールを楽しみながらこの番組を視聴し、その時間が友情を深める貴重なものとなったという。このように、ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークは、ただのエンターテインメント番組以上の価値を持っている。ビアボールという飲み物を通じて、人々の日常に新たな楽しみを提供し、 視聴者同士の絆を深める役割を果たしてきた。そして、そのすべてがサントリーのブランド価値を高めることにつながっているのである。今回の最終回を迎えるにあたり、視聴者たちは一末の寂しさを感じながらも、これまでの放送に対する感謝の気持ちを忘れない。4週間という短い期間ではあったが、その間に得た多くの笑いや感動は、視聴者たちの心に深く刻まれている。そして、 彼らは今後もビアボールを楽しみ続け、サントリーの新しいプロジェクトを期待しながら待つことだろう。この番組が視聴者に与えた影響は計り知れない。ビアボールを通じて多くの人々が新たな楽しみを見つけ、日常の中での小さな幸せを感じることができた。それこそがこの番組の最大の成功であり、サントリーが目指したものであろう。視聴者たちは今夜の放送を心待ちにしながら、 ビアボールを片手に3人のトークを楽しむ準備をしている。そして、その時間がどれほど特別であるかを再認識し、感謝の気持ちを胸に刻んでいる。最終回が終わった後も、その余韻は長く続き、多くの人々がこの番組の思い出を語り続けることだろう。この旅の終わりは、新たな旅の始まりである。視聴者たちは、ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトーク。 がもたらしてくれた楽しい時間を胸に、新たなチャレンジや冒険に踏み出す準備をしている。その中でビアボールは、彼らの日常の中で特別な存在として輝き続けるだろう。ビアボールがもたらすのは、ただのリフレッシュではない。友人や家族と過ごす時間をより豊かにし、一人の時間をより充実させる。例えば、ある家族はこの番組を通じてビアボールを知り、 週末の家族団らの時間にビアボールを取り入れた。その結果、家族全員が新しい楽しみを見つけ、週末の時間がより待ち遠しいものとなったという。ビアボールを囲みながらの会話は弾み、家族の絆が一層深まった。また、ある若いカップルは、仕事終わりのデートにビアボールを楽しむことを日課にしているという。彼らにとってビアボールは、日常の疲れを癒し、 リラックスしてお互いの話を聞く時間を提供してくれる特別な飲み物である。彼らはこの番組を通じてビアボールの魅力を知り、その楽しみ方を工夫しながら、二人の関係をより深めていった。そして、ビアボールの魅力は年齢や性別を問わず、多くの人々に愛されている。例えば、定年退職した夫婦が、毎晩一緒にビアボールを楽しみながら、この番組を視聴する習慣を持っているという。 話もある。彼らにとって、ビアボールを楽しみながらの視聴は、日々の生活に新しいリズムと楽しみをもたらしてくれる大切な時間であった。このように、ハッシュタグナンバーアンダーライン1ビアボトークは、視聴者の日常に新しい価値を提供し、多くの人々にとって特別な時間を作り出した。そして、その時間が終わった今、その影響は視聴者たちの生活の中で続いている。 視聴者たちは、ビアボールを片手に、新たな楽しみを見つけ続けるだろう。一方で、この番組が終了することに対して、サントリーは今後どのような展開を見せるのか、多くのファンが期待している。サントリーはこれまでも革新的なアイデアと優れたマーケティング戦略で多くのファンを魅了してきた。そのため、今後も新しい企画や商品展開を通じて、 さらなる驚きと喜びを提供してくれることを期待しているファンは多い。例えば、次なるプロジェクトとして、ビアボールをテーマにした新しいイベントやキャンペーンが考えられる。視聴者参加型のイベントや SNS を活用したキャンペーンを通じて、さらに多くの人々にビアボールの魅力を伝えることができるだろう。また、ビアボールをテーマにした新しいメディアコンテンツを制作し、 視聴者に新しい楽しみを提供することも一つの方法である。